はい、茨城が生んだスーパースタードリフトソウルことこまっちゃんです。今日も一日頑張っていきましょうということで、はい、来た場所はどっかの自動車屋さん。どこに来たかというと、モーター川村です。はい、1111、はい、レビン取れの。ちょっと僕はこの辺ちょっと無知なんですいません。どっちだろうね。実はここは僕がいつもお世話になっている自動車整備工場です。これからタイヤ交換をしようかなと思ってね、ここに来ました。今ちらっと作業が、まあこうやってやってるのはどういったものかというと、ちょっとじゃあここ一回通り過ぎて、よいしょ、早速じゃあまあいろいろ突っ込むとかあると思うんですけど、はい、どうも。いつもね、僕こうやってここのチェンジャーをね、ちょっとレンタルさせていただいて、ちょっと自分でタイヤ交換したりしてます。はい。本当はタイヤ交換してちょっと動画回そうと思ったんだけど、忙しくて全然回せなかったです、すいませんっていうよりもこっちの車が気になっちゃって、グリップの系の車だからね、なかなかいつもドリシャしか映らないから物珍しい。じゃあちょっと伺ってみましょうか。いつも僕がお世話になってる川村さんです。どうも、こんにちは。こんにちは。急にすみません、なんか回しちゃって、はい、遊んでました。あ、ね、何してんすか今。今日はね、シートベルト、シートベルトこれつけてました。なんか4点そう、4点、4点なんだ。つけたことあります？つけた、僕はないっす、ないっす。普通にもうつけ終わったんすか？うん、一応今、第一段階、はい、第一段階、え、うん、普通にもうついてるんじゃなくて、ちょっともう、ついてるといえばついてる。うん、ついてる。もしよかったら、うん、つけてみようかな。やったことある？ないっす、ないっす、ないっす。じゃあいい機会だから、ぜひ一度。そもそも自分フルバケじゃないから、あー、またこんな感じでつけるんだ。へえ。どうですか？全然動かない。はい。これでしっかりホールドされるんで、実際やっぱりドライバーによって細かい調整、しっかり腰止まるように。へえ、はい。そうですね。あ、今やってもらったけど、そのレバーをカチンって一回やるだけで、うん、全部が一気に外れるって感じですね。うん、はい。でシートを全開に下げて出る。全開下げて。あ、そうか。耐久レースだから、そうかこれ。何人か交換しないと。そうですそうです、一人で4時間乗るわけにいかないんで、はい。ってことはこれ乗り換えとかって、うん、もうこういうのって今僕時間かかったけど早くしないといけないってことですね。そうです、こんなトロカでお前何やってんだってぶっ飛ばされます。もう1秒でも早く、今例えば1周1分かかりました、うん、次58秒で走ってこい、はいはい、そんないきなり2秒もタイムアップ無理ですよってなるけど、うん、シートベルトつけるの2秒早くして多分できるんですよ、うん、あ、そうか。これを1秒でも早くつけるという技が実はあるんです。なんか面白そう。ちょっと早くつけてやってみていいですか？はい、ぜひぜひ、はい。やってみようかな。普通ってどんぐらいでやるんですか？何秒ぐらいなんですか？もうプロになると10秒12、3秒。あ、でもそんなかかるんですか？4点でも10秒ってあっという間ですよ意外と。もう今この前のドライバーが降りたこの状態、はい、次の人が乗って何秒か。ちょっとすごい緊張するな。僕あれなんですよ、結構何秒っていうの最近好きで、うん、愛車証券は30秒ぐらいで終わらす。ああ、やってたね、この前見た見た見た。なんでこれもね、もう早いな得意なちょちょってつけますよ。ぜひぜひ頑張ってください。はい、行きます。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。はい、きついね。あ、後ろ、あ、そういうことか、後ろにこれ。あ、これ無理だ。あ、やばい、あ、そう、そういうこと。あ、もう隣のチーム出発しちゃいますよ。やばいやばい、いや、後ろ、あ、もう、まあ、もう隣の車1コーナー行っちゃったな。あ、まだ出発できないうち。よいしょ。はい、はい、何秒、はい、約30秒ですね。本当に？うん、これで30秒。マジっすか？はい。え、マジっすか、うん、そんな感じ、はい、やば。10秒っすか本当に。そうですね、プロのレースだともう10秒からちょっと許しても12秒ぐらい。でもこれさっき第一段階って言ってたけど、うん、そうです、そうです、この今の4点ベルトつけました、うん、これでもう走りに行こうぜ今日っていう状態だと30秒かかるわけですね、うんうん、はい、じゃあ何秒ですか、耐久レース仕様にちょっと今からやってみますか。はい、じゃあちょっと待って、改良というかするのできたらまた声かけます。あ、ありがとうございます、はい、ちょっと楽しみだな。はい、見てこれ、中
ドンガラ。こういう車って初めて俺見るからね。いろいろメーターがいっぱいくっついてるし、すごいレーシングカーや。河村さんと一緒にいるのは、うん、はい、青い服の方は息子です。息子さん息子です。はい、手伝してます。それって あれ河村さん整備士だし、なんかどっかにそういう親子いませんでしたっけ。あー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 、はい、一緒にコラボしましたよね、確か。どっかにそういう親子いましたよね、絶対にね。はい、あれ、じゃあ息子さんも車走ってんすか。いや、まだ今高校生なんで。高校生。はい、今いく何歳。16です。16、あ、あと2年後完全、うん、あーかいじゃないですか。あーなーかいですね。あれうーんさんですね。となるとあっちはもうドリフト系ですけど、そうです、もう真逆じゃないですか、グリップ系で。あそういう YouTube チャンネルあったら多分バズると思いますよ、多分みんな見ると思う。俺もチャンネル解説かな。解説。じゃああれですね、河村ジュニアっていうことになっちゃいますね。まあそうですね。ジュニアさん、じゃあちょっと完成までちょっと待ちますか。はい、じゃあなんかできたみたいなんですけど、何が変わったでしょう。何が変わったでしょう。え、これでもう全然全然違うの、早いの。はい、全然わかんない。じゃあもうやってもらうしかないか。やりました。いいですか、はい、自信あります。やっぱり僕のよりやっぱ早いですか。ちょっとだけ。ちょっとだけ。うん、へえ。さっき30秒じゃん。うん、それを超え28秒目指します。28秒。2秒縮めるの大変だよ。まあ確かにね、うん、確かに28秒。28秒。じゃあいいですか。じゃあゴールはカチャって閉めて、あ、カチャって閉めて、閉めたらハンドルこう掴んで、掴んだら、あ、わかりました。その辺にしましょうか。じゃあちょっといきますね、よーいスタート。はい、え、僕1秒くらい、16秒くらいで今なりましたよ。16秒。28秒ってか、何言ってんですか。早っ。え、なんでそんな早いんだろう。答えは何ですか。わかんない、さすがに。これですね、このただのゴムの紐。ゴムついてますね。ただのゴム紐ですね、はいはい、これが、はいはい、要はね、ドライバーチェンジするんですけど、耐久レース、うんうん、前の人がこう、うん、で、こう、降ります。はいはい、降りる。時に、このゴムが、これが、ビヨンとこう、上に戻してくれるんですよ。おー、あー、例えば、これが全部こう、中に入っちゃってます。うんうん、の状態から、乗ると、あ、やべ、ケツの下に来た。あー、こっちも、それだ。確かにこのロースですね。で、これもちょっと背中の後ろで、だから上げやすくなるのか、ゴムの。そうです、これがピョンってなるんで、ここにいるんですよ。なんでこれを掴んでられるだけ。あ、ないと、もうこの状態なんで、ちょっとこう、だからロースですね。そう、ゴムを強くして上げとけば、そうそうそう、もう常に上に上がってくからすぐに、そう、ここにいるんで、すぐこうやってできる。だから速いな。28秒で全然そういうことか。ちょっと僕も一回やってみていいですか。あ、ぜひぜひ。すげえ、はい、これがレースの乗り方なんですね。そうですね、確かにね。15秒もロスしてたらもう他の人が行ってから15秒後にブーンって、あいつ何やってんだろう。筑波サーキットとかでもね、うん、やばいですね。その15秒なんて、ね、1位とビリ以下の差ですよね。あじゃあいきますよ、よーいスタート。はい、はい、はい、20秒83。あ、でも早い。さっき30秒で10秒。めっちゃ早い。やっぱりね、もう1回目30秒、1回練習しただけ。まあ練習っていうか分かんないけど、1回練習して10秒縮めるってすごいっすよ。ちょっと越したんじゃない。本当にやばい、耐久レース出ちゃおうかな。出ちゃおう、出ちゃおう。あ、このこれだけしか使えないね。いや、これすごい画期的ね。もうこれ当たり前なんですよね。でももうレース業界では、そうですね、レースだともう結構みんなつけてる、うん、これただの
そんな特殊なゴムじゃなくて、あの、うん、ホームセンターに売ってるゴムなんですけど。あ、すげえ。もうそれつけるだけで、うん、ちなみに次は、はい、なんかいつ走らす予定とかあるんですか、これ。いきなりレースってわけにいかないんで、うん、ちょっと何回かサーキット行って、あ、やるんですか、走行するんですけど。これはもう走れるんですか、この車。はい、もうすでに走れる。もう全然走れると思います。ただまあ、うん、なんかトラブル出るかもしれないんで、まあ、そのためのテストなんですけど。走って、うん、エンジンもかかるし、ブンブン吹かすこともできる。はい。じゃあ次サーキットどっか遊び行くんですか。行きます。筑波線か日光か、あの辺り。え、見てみたいな。ぜひ。え、いいんすか。ほんと来てくれる。うん、見たい見たい。じゃあもしかしたらね、モータース川村の、はい、レビンレビンのその11を追うかもしれないです。グ、うん、リップっていうのは初体験になるね。ちょっとどんな感じかわかんないですけど、ちょっとなるかもしれないので、乞うご期待。